毎度も本してのカズマと、はい、どうも本してのオタゴリラです。よろしくお願いします。お願いします。本日はですね、滋賀県の三島池というところに来ています。三島池、こちらはあの農業用の池みたいなんですけれども、はいはいはい、あの平安時代まで遡るんですが、相当前で、こちらあのまあ日照りでほとんど干上がっちゃった時に、ここ当時治めていた領主さんの祈祷、そう、乳母さんが祈祷で、あのどうすればあの水が得られるかと、うんうんうん、いうことをしたら、人柱を立てれば水は戻ってくるよという占いの結果が出た時に、乳母さんがそれを聞いて夜にこっそり自分でこう身投げして、なるほど、まあ、じゃあね、こう無理やり誰かとかじゃなくて自らなんですね。そうで、それ以来も枯れてないよっていう意見がですね、優しさから来る悲劇ってやつだよね。そうですね。で、まあ、以来やっぱり池の真ん中に女性が立ってるですとか、うん、あのその女性はこう旗織りとかしてたみたいなんですけど、旗織りの音が聞こえてくるとか、そういった言われがあるみたいですね。オタゴリラがさ、ジェイソンに侵食されてるんだけどちょっとですね、うん、まあでもそういえばあれだったよね、この前ちょっと検査入院。あ、そうですね。どうだったの、大丈夫だ。大丈夫です、元気です元気そう、半分ぐらいジェイソンになるぐらいには元気です。あ、そういうことね、うん、じゃあ体重測っていきましょうかお願いします。はい、じゃあ行く前の体重測定ですね、やっていきたいと思います。なります。よいしょ、どうかな。いや、ちょっと待って、いつ抜けなくなってるかな大丈夫ちょっと足元がおぼつかない感じ。よし、94だね。4、まあまあだね。なんでお前入院したのに痩せてないまあ入院食美味しかった。あ、そっか、うん、よかったねじゃあ頑張っていきましょうか。いきます。はい、はい、じゃあ行ってみましょう。行きます。これいきなりもうすぐじゃん、ここギアシャメサボ。そしてこの、まあ、人見ごくになったのがヒヤシャ御前っていう女性の方みたいなので、その方のお墓を祀ってるところみたいですね。なるほど、すぐなんだね。失礼します。撮影の無事を祈ってね。こっから池に入るのかな、うん、そうですね。なるほど、ここがね入り口。いやー、やだな、フィールドアスレチックもあるんですね。遊んでたダイエットしてくやだな、いろんな意味でやだな。ふら、三島池ってなってるからよく見える。うん、そうだよ。ほんとだ、やだな。ちょっとやばいやばい、それめっちゃ真っ赤じゃん、あれずーっと赤い。何、なんか今不思議な動きをしたんだけど、色がなんだろうね、ずっとそう。いやー、ちょっと静かにしてもらっていい？ん、今赤ちゃんっぽい声聞こえた。赤ちゃんっぽい声、なんか鳥。水音しか聞こえない、虫の声が少しと、うんうん、とりあえず進もうか。いや、今ゾクッとした。あれ、なんか青くなったね。本当だ、さっきから。あれ鳥？鳥だね、あれは。めっちゃ笑い声っぽく聞こえたけど、うん、なんかすごい感じのところがあるよやだ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 、まあ、池側に突き出してますね。あ、橋か、あれ橋ですね、橋だ。映らんで、ちょっと行ってみましょう。行きませんって、ここで帰る、ここで帰る、ここで帰る、絶対嫌ここ。え、でも一応なんかこう石畳ができあるから、ちゃんとした道なんで。ちょっと何これ、で超でかくない？灯籠なのかな。灯籠だね。灯籠です。こんな大きいの見たことないけど、木も一緒に生えてるんだ、こんな渡り小島みたいなところに。灯籠だね、入ったりするような形じゃないから、
本当に展望台とかそんなんじゃないもんね。これ完璧な場所じゃない。何がですか。池のど真ん中でしょ。まあ入ってこれ池の中ですね。橋渡ったんで完璧な場所じゃない。なので一番近い距離で、やっぱり池の真ん中に女性が立っているですとか近い距離で闇上がりにはぴったり。闇だけにね、暗いもんね。そうね。じゃあ準備しましょうか。お願いします。はい、 はい、じゃあ準備できましたね。できちゃいましたね。もうロケーションもバッチリで、テンションはダメだけどねダメだけどね。じゃあここでちょっと検証していただければと思います。はい、頑張ります。はい、じゃあそういうことなんで。どういうことですか。そういうことの、そういうのをちょっと詳しく教えてほしいんですけど。まあ、マジでこんな池のど真ん中の 小島に一人でやるんですか。はい、じゃあお疲れっすか。おやすみなさい。ひどっ。待っててくださいよね。本当に行っちゃったよ、あの人たち。ではないんですけど、一人検証、始めたいと思います。ここでやるのは乗り気じゃないです。はい、スピリットボックスから電源入れていきます。もしもーし。お、聞こえますか。なんか拾いましたね。こっちの方だかな。もしもーし。よければ返事してください。お、こっちの方だな。こっちかな。もしもーし。あんまり反応がないですね。この池の中にどなたかいらっしゃいますか。こっちの方から少しさっき反応したような気がしたんですけどね。声のような、声じゃないような。おお、ごめんごめんごめん。この池を守ってくださってる方ですかね。よろしければお声を聞かせてください。もしもーし。あれ、今向こう側かな、池の中かな。あ、今の鳥か。なんか女性っぽい声聞こえませんでした？このスピリットボックスじゃなくて。ちょっと。こう、スピリットボックスに紛れて聞こえる声は本当やだよ、もう。いや、間違いなくなんか聞こえたんだけどな。やばいな。ちょっとつけてみますか。OK だね。
もしもし、やっぱり聞こえるって。え、でもスピリットボックスじゃないよね。左右から攻めるのやめてもらえます？向こうに、あの向こうに、向こう岸に多分神社とかそういったのがあるんですよ。なんかそっちの方から、なんか女の人の声のような、なんか高い音のような声のような、なんていうかそういうの。いや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 、ちょっと待って、なんでこうさ、聞き取ろうと思うと聞こえなくなるの。ちょっと待って待って待って、本当に聞こえてますよね。僕だけじゃないよね。ちょっと待って、これ僕だけだったら相当嫌なんだけど。うわ、びっくりした。本当にこの闇の中に佇む灯籠も怖いし、ちょっとこれ嫌だな。すっごい不気味というか、こう今までと違う感じ。もしもし、聞こえますか？これもしかして、あの一方通行的な、こうスピリットボックス、ごめんなさい、スピリットボックスに対してこう話しかけてるのは聞こえてくる、聞こえてるんだけど、こう帰ってくるのは生の声みたいな、そういう話これ。もしもし、何かこう声みたいな感じなら聞こえるんですけど、ちょっとね、こう伝えたいことがわからないんで、ああもうちょっとしっかり、いや、お声を聞かせてもらってもいいですか？聞こえないな。もしもし、昔からこの池にいる女性の方ですか？何か伝えられないことがあるんですか？怖い、限界なんだけど。あ、なんか、え、何？え、はい、お、え、やめてよ、本当に。何言ってるか分かんないのが本当に怖い。でしかも今聞こえなく、音が聞こえなくなったしな、聞こえなくなっちゃったんだよな。なんかちょっと体が重くなってきました。何なんだろう。ちょっと一回切りますね。のこれね、だいぶね、体に来たんで、この辺りで一人検証終わりたいと思います。あのここはね、あの直接的な声は聞こえなかったんですけど、ほとんどあのやはり池の中、中心奥の方がいろんな意味でこうオーラというか気配があります。気をつけましょうね。何言ってんだろう。というわけで、あの一応向こうがねメインみたいなので、向こうにちょっと挨拶だけして、おい、あの終わります。ありがとうございました。これで一人現象終わります。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうした、どうだった？そうですね、あのスピリットボックスの反応はほとんどなかったですね、正直なところ。
もしかしたら付近の、まあ、霊的なものはみんな成仏してるのかもしれないね。あ、まあ、どちらかっていうと神聖な、ね、神社もあって場所的な感じはしますね。ただなんかね、変な声が個人的に音のような声なのが聞こえてたんで俺も一回赤ちゃんみたいな声聞いたしね、まあ、そういった意味では不思議というか怖いというか、あ、まあ怖いんですけどじゃあ、はい、最後にね、またあの息と同じでですね、あの挨拶して無事に終わったので、それで戻りましょうか。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。では締めの体重測定からいきましょう。はいはい、はい、じゃあ締めの体重測定行ってみたいと思います。はい、乗ります。さあどうかな。ちょっとゴリラが浄化されてたら面白い、ね、それはそれで浄化されたらどっちですか、増えるんですか減るんですか。減るんじゃない、浄化されてんだから。あ、減ったんじゃないですか。1キロ減った、94だったよねさっき。そうですね、減ってんだ。お、浄化された。いや言ってたら浄化されたやった、おめでとうございます。いい感じですね、もうこれで成功です。よかった、お疲れです。なんでそんな嬉しくなさそうなんですか喜んでくださいよ、もっと。これダイエットなんですからおめでとうございます、はい、はい、ありがとうございます。動画の方ですね、何か映ってたよとか何か聞こえたよということがありましたらコメント欄の方にお願いします。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。ではまた次回の動画で。またねー。